動画をご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。本日はこちらの車を持ってまいりました。こちら日産のコンパクト SUV キックスです。でこちらのキックス全グレード E パワーということで、こちらももちろん E パワーのモデルで、今日はですねちょっとこのキックスに乗りまして遠出をします。まあ、遠出といってもここ福島市から郡山市まで往復100キロちょっとぐらいかなと思うんですが、市街地とそして高速道路を使って走っていきますので、まあその中で改めてですねこのキックスがどんな車なのか、そしてこのキックスの乗り心地、ハンドリング、走りの性能、そういったところを皆様と一緒に見ていければと思いますので、どうぞお付き合いください。そしてこの道中の往復の区間でですね燃費の計測も合わせて行ってまいります。E パワーとはいえ SUV ってなかなか燃費が上がりにくい車だというイメージも多いと思います。そんな中でこのキックスが実燃費どのくらいなのかというのも合わせてチェックをしてまいります。それでは行ってみましょう。はい、乗り込みました。ではちょっと早速ですねシートポジションとあとステアリング、そしてメーターのリセットを行っていきましょう。はい、まあ、こんな感じで、ね、ステアリングは上下とそして前後にしっかり動かせるようになってますね。これで自分の一番楽なシートポジションが取りやすいようになってます。はい、でそしてメーターのリセットも行いましょう。はい、ではこちらを燃費情報をリセットしまして、あとですねこちらの左下の部分ですねトリップメーターの A も、はい、リセットしました。はい、これで、右下の距離計とそして平均燃費リセットしました。はい、では早速出発していきましょう。はい、改めまして今日乗っている車が日産のコンパクト SUV のキックス E パワーの車ですね。でこちらのキックス現在 E パワーの肉のみのラインナップとなっております。このキックスのグレード構成として大きく3つありまして、 X のツートンインテリアエディション、そして O-TECキックスの O-TECというのは、O-TECという日産のカスタムカーを専門に扱っている部門がこのキックスをカスタマイズしたものとなってまして、外観もインテリアもどちらも O-TECが手掛けたちょっとゴージャスなモデルになってますね。で通常の X そして X ツートンインテリアエディション、この2つは違うのは名前の通りですねインテリアの違いだけです。今日乗っているのは一番ベーシックな X グレードでして、インテリアとかこう見ていただくと、はい、このように、まあ、パネルとかも全てブラックにまとまっているものです。でただしこのパネル部分、ここはですねちょっとソフトパッドが入ってまして、合皮のちょっと質感の高いブラックのパネルで、ツートンインテリアエディションになりますとこのパネルの部分やそしてシートの生地などが専用のものに、ツートンブラックとオレンジのツートーンの仕様となります。とはいえグレードによる走りの違いとかっていうのは基本的にはございません。このキックス全グレード E パワーということで、改めまして、まあ、E パワー簡単にご説明しますと、 E パワーというのは日産のパワートレーン走行技術の一つでして、この E パワーにはガソリンエンジンとそしてモーターが搭載されています。ここまでは通常のハイブリッド車と一緒なんですけれども、この E パワーについてはガソリンエンジンは発電専用です。走行に使われるのは 100% モーター、タイヤを回すのはモーターの力によるものなんですね。ということで E パワーの車すべて電気自動車の走りを見せてくれる、モーター走行の走りが体感できるというものになっています。この SUV と E パワーという組み合わせを搭載した最初の車がこのキックスなんですけれども、この SUV ってちょっとマッチョなイメージがあるというか、ガソリンでパワーをしっかり使ってオンロードはもちろん悪路の走行なんかもする、そういうイメージがある車ですが、このキックスは基本的にはオンロード向けなのかなとは思います。もちろんちょっと普通の例えばノートとかと比べて車高が高いので、まあ、悪路荒れた路面の走行なんかも、もちろん十分こなすことができる車にはなりますが、まあちょっと今日走行フィーリングを試していきますけれども、結構ですねこのオンロードの走行性能、
足回りとかが意外とスポーティー、そんな車なんですよね。ということで、今まだ市街地ですが、この後すぐに高速道路に乗っていきますので、そんな中でちょっと安定性なんかも確認できるのかなと思います。今ですね、このキックスエコモードで走行しております。他の e パワー車と同様に、このキックスも走行モード3つに分かれております。今選択しているエコ、そしてノーマルで、もう一つが S モード、3つありますね。 S モードとエコモードについては e パワードライブによるワンペダル走行が有効となっています。これはアクセルペダル1本で加速はもちろん減速、そしてこのキックスの場合は完全停車まで行う、そういうものになっていますね。ですので市街地の走行などでは、こう例えばカーブを曲がる、交差点に進入する、そういった時の減速なんかもブレーキを踏むことなくスムーズに行える、アクセルとブレーキの踏み替えが最小限にとどめられるということで、結構こう疲れの軽減だったり、そうでなくても一回これ慣れてしまうとすごく快適なんですよね。そういったものがついております。今 e パワードライブで走行しています。で、実はですね、当チャンネルでこのキックスを試乗するのってすごく久しぶりでして、私自身としても久しぶりにキックスの運転を今しています。改めて、まあ今このキックスに乗ってみて思うのがですね、結構コンパクト SUV とはいえ視点が高いなという印象ですね。今私シートポジション実は一番下に下げてるんですけれど、それでもしっかりこう視点が高く快適な見晴らしが結構いいんですよね。ノートとかオーラと比べるとこの視点の高さっていうのがかなり違いを感じまして、でこれがやっぱり運転中ですね、安全面、そういったところすごく快適になるのかなと思います。コンパクト SUV ということで、この SUV、 日産の SUV、 もう一つエクストレイルがありますけれども、エクストレイルは2リッターの車、ガソリンとハイブリッドと両方ラインナップされてますが、2リッタークラスの車ですね。これと比べると車のこの車体のサイズ感自体が、一回りから二回りやっぱり小さくなっていますので、そういったところで取り回しの良さだったり見切りの良さっていうのは、まあ、キックスはすごく運転しやすいなという感じはしますね。でかといって室内の広さの点、これ意外と狭さを感じないんですよね。でそういったところはこの室内の何て言うんでしょうね、こう横にずっと入ったこのパネルのラインだったり、そういったところがこう広がり感があって、こう乗っていて窮屈さが全然ない、そういったところも魅力の車なんじゃないかなと思います。でとお話をしている間にもう高速道路の乗り口になりましたね。一旦高速ゲートをくぐってこの e パワーの加速を試してみたいと思います。一旦ですね、今エコモードになってましたけれど、モード切り替えてちょっとノーマルで行ってみましょうか。はい、では高速乗ってまいります。ノーマルモードに切り替えた瞬間に、まあ、エコと比べるとやっぱりアクセルのレスポンスが上がったなっていうのは感じますね。であと e パワードライブのワンペダル走行が無効になるので、まあ、そういったところでこうアクセル離した時の減速感というのはもちろんすごく、低くなります。スッと走っていく感じですね。では加速しましょう。はい、すごくスムーズにもう高速道路に乗ることができました。 e パワーの車乗るたびに思うのは、やはりこのモーター走行による加速のスムーズさっていうのがすごく特徴的ですよね。なおかつですね、このキックス発売のタイミングは今のオーラやそしてノートよりも前の車ではあるんですが、ただこの足回りの安定感、硬さっていうのが意外といいんですよね。意外といいっていうのは、先ほども言ったように結構視点の高い腰高な車になるので、例えばちょっとこう横に振られるようなカーブのシーンだったりとか、あとは車どうしてもスピードが上がってくると安定感を保つのは徐々に難しくなってきますが、まあ今この高速道路を走っていく中で全然不安さっていうのはないですね。今のようなちょっと車線変更をするようなシーンでもしっかりこう車を支えて何の不安感もなく隣のレーンに移る、そういう感覚がよくわかります。
で今高速道路に乗ってしまったんですけど、ちょっと燃費がですね、今、まだスタート地点から7キロ走行時点で平均燃費 18.4キロ、ギッタ 18.4キロを指しております。まあ、そうですね、乗ってて本当にこうフラットな乗り心地だなっていうのを感じるのと、あとですね、結構足回り硬いんですよね、この車。足回りが硬いっていうのは、言葉だけ聞くとなんかマイナスな部分もあるように感じるかもしれないんですけれど、例えば、この高速道路上もちょっと道路の継ぎ目の部分だったりとかでガクガクっとこう段差があるんですけれど、そういった段差がこう車がガシッと支えて吸収するような、そういう印象があります。でこのキックスに搭載されている e パワーのシステムっていうのは、今いうところのいわゆる第一世代 e パワーと呼ばれるもので、現行モデルですと他にセレナも搭載しているのと同じ型式のモーター、これは一番最初の e パワー、先代のノート e パワーと同じパワートレーンとなってますね。ただですね、この初代のノートには一つちょっとどうしてもデメリットといいますか苦手な部分がありまして、それはエンジンの音だったんです。 e パワーの車は発電専用のエンジンを搭載しているということで、その今の走行シーンとエンジンの回転数が直結しないんですよね。運転していても、例えば停車中だったとしても、バッテリーの搭載するあたりリチウムイオンバッテリーの残量が少なくなってくると、その電力を補うために発電のためにエンジンが回ります。でそのエンジンの回転音がちょっと気になりやすいねという部分がどうしてもお声いただいてたのが先代のノートの e パワー。そのポイントっていうのは現行型のノートやオーラーも完全に克服したと言ってもいい、そういう第二世代の e パワーを搭載してるんですが、このキックス第一世代の e パワーとはいえ、実はここまで走っていく中で私エンジン音ってほとんど気にならなかったんですよね。で今もエンジン回ってはいるんですけれど、特別こうエンジン音がうるさいなという印象もなく、でロードノイズも大きいポイントじゃないんですが、それでも車内にエンジンが回る音が響いてくるといった感じは全くないですね。でそういったところで静粛性なんかも高い、かなり快適な仕様になってるのかなと思います。ということで、結構この足回りが硬い車、走っていての走行安定性が高くフラットに走って、でなんていうんでしょう、変に車が上下にふわふわと揺れない、そういったところがメリットとなるので、つまり何が言いたいかというと、こういう高速道路での長距離移動がすごく快適なんですよね。 SUV とはいえ、今その車高の高さを生かして荒れ地を走行するという方ももちろんいるんですけど、そうではない、基本的に街乗りがメイン、もしくはこういったオンロードがメインで走っていくという中で、でもちょっと視点が高い、あとは荷物が積みやすい、他にもこのルックスが好きだという方ももちろん多い、そういう中で SUV 人気なんですけれど、このキックスもそういった需要にしっかり応える車になっているかなと思います。でもう一つ、このキックスがこういった長距離移動にぴったりだと言える点があります。それはプロパイロットがついているということですね。今日産の車、かなりの車種にプロパイロット、つまりこういった自動車専用道で先行車両との車間距離を一定に保つ、なおかつ白線を認識してしっかり道路の真ん中を走る、そういった制御をしてくれるようになってますので、では早速私もあとプロパイロットを使ってこの先の高速道路走りましょうかね。プロパイロットを開始するの簡単です。ステアリング右手側にございますこちらの青いボタンを押して、これでプロパイロットの走行支援待機状態になりましたので、そしたら希望する速度まで車を調整して、あとはこのセットボタンを押すだけです。はい、今ピッと音がして、もう今のピッという音でステアリングの操作支援が入りました。今先行車両がおりますので、ちょっとゆっくり走ってるので、その先行車両の速度に合わせて自分の車の速度を自動で
一定の車間距離を保ちながら合わせてくれる、そういう制御をしてくれてますね。はい、で今ですね、高速道路速度制限解除されて100キロなので、今車のこのプロパイロットの速度指定を100キロにしています。ですが先行車両今ちょっと80キロぐらいで走ってるので、ちょっと追い越しをしましょうか。はいはい、今追い越しをかけて、隣のレーンに移りました。自動で上限速度の100キロまで加速していきます。でこのプロパイロットの制御もこう常々こう進化をしていってるというお話をしていたんですけれども、まあ、今のシーンですね、前は80キロで走ってるけど、私今方向指示器を上げたので、このプロパイロットのシステムは車線変更するんだなという認識をしてくれるんですね。でそうすると方向指示器を上げて、スーッと隣の車線に移っていく段階で、徐々に加速を行ってくれています。でそういった制御あるおかげで、この追い越しの中でも、自分でアクセルを踏み足しすることなくスムーズに先行車両を抜かすことができる、追い越し車線に入ることができるようになっています。じゃあちょっとですね、ここからまたしばらく高速道路を行きます。で今日はですね、撮影にいつもの通りダブルさんが同席をしてくれてるんですけれど、ちょっと後でダブルさんにもこのキックス運転してもらって、キックスの感想を聞いてみたいなと思っております。はい、ではちょっと運転交代しまして、今度ダブルさんに行ってもらおうと思います。じゃあ早速スタートしてもらいましょうか。はい、行きます。はい、お願いします。はい、ダブルさんに運転交代はしたんですが、まだ高速道路ですね、今サービスエリアで一旦運転を交代させてもらいました。ちょっと事前にお話を伺ったところ、ダブルさんキックスの運転ちゃんとするの初めてだということだったので、その感想に楽しみですね、期待してます。はい、はい、では早速キックスの加速をちょっと確認してもらいましょうか。はい、はい、いい感じに合流できましたね。はい、いい感じに。はい、まあ e パワーの車自体はこれまでにノートとかも試乗してもらってましたけど、キックスはどうですか？キックスも、まあ、何のストレスもなくスムーズに加速できました。ですよね。今まあモーター走行ならではのというところで、まあ、他の e パワー車と遜色なく加速を感じてもらえたかなと思います。はい、あとですね、今回コンパクトとはいえ SUV ということで、はい、この当チャンネルの中でダブルさんに SUV を運転してもらうのも初めてかなと思います。はい、まあラシーンを SUV というかどうかによってもちょっと判断変わってくるところですけど、ちなみにダブルさんが普段乗ってるラシーンって、あれは SUV ですか？あれって SUV でいいんですか？でもなんかなんだろう、こうキックスとかエクストレイルみたいにこうなんかむっちりしてないっていうか、はい、こう車高高い感じじゃないんで。あ、そうですね。はい、また別物かなという感じは私もします。はい、ラシーンはまあちょっとこうワイルドなデザインではありますけれども、運転しててのこの視点は結構低いですよね、ラシーン。そうですね、ノートとかと同じくらいのサイズですか？そうですね、ノートと比べると若干幅は広いです。お、長さはほとんど変わらないと思いますね。なるほどなるほど。このキックスは3ナンバーサイズの車ということで、3ナンバーになる条件いろいろあるんですけど、こちら車の幅が1700ミリを超えているので3ナンバーというやつですね。その分 ここがでかい分ってことですか？そうですね、あのざっくり言えば車の幅が広い分3ナンバーです。まあ、W さん普段乗ってるラシーンもノートと同じく5ナンバーサイズということで、まあ、ラシーンと比べても車幅がちょっと広いかなと思うんですけど、その車の幅の広さ感っていうのはやっぱり感じるもんですか？いやー、なんだろう、あんまり運転もしやすいので、はい、そこまでこう大きい車、運転してるなっていう感覚なくて、はい、初めてですけど扱いやすいなって思いながら運転してます。それは良かったです。
結構幅の見切りとかもしやすい感じですかね。はい、この後ですね、高速を降りての市街地走行もダブルさんにまた引き続きお願いしたいと思うので、そんな中でも取り回しのしやすさっていうのをちょっとチェックしてもらいたいなと思います。はい、ノートとかよりも高いですもんね。そうですね、だいぶ視点は高くなってますね。見下ろす感じ、見下ろす感じで、やっぱりキックスの見晴らしの良さが感じ取れますか。はい、ちなみにダブルさんは私と比べるとだいぶ小柄かなと思いますけど、身長何センチですか。154センチです。小柄な女性でも安心して運転できるというのが、はい、ダブルさんで確認が取れたということで、もうダブルさん運転ポジション作るときに椅子の高さ変えてませんでしたもんね。はい、変えてませんでした。あれ、これって一番下です。下ですか。はい、あ、でも下でも全然前までちゃんと見えてるんで。そうですよね。あ、よかったです。じゃあそこはかなり運転しやすい、視点が高くて快適な感じかなと思います。あ、今私座高がちょっと、座高がですね、なるほど。ダブルさん平均より身長は低いですけど座高は一丁前にあるということで、はい、そこでカバーしちゃってるかもしれない。確かに隣に私で座ってますけど視点の高さ一緒のような気がします。嘘だ、それは。私は身長173センチありますので、ダブルさんと比べると20センチ近い差があるんですが20センチはさすがに、さすがに埋もれてる感じとか全然ないんで。そうですよね、なんか意外とこう視界の広さというか、あの開放感が割とあるんですよね、この車。そうですね、埋もれてる感で言ったらノートとかオーラの方が強いかもしれないですね。あー、確かに、ま、あの埋もれてる感で皆様伝わるかちょっとわからないですけれど、まあ、つまりちょっと低い位置に座ってる感じというか、あの例えばこういうあのドアのパネルの部分の高さだったり、あとこのフロントのダッシュパネルの部分だったりが、ちょっとこう視点に対して今このキックスは意外と低いで、ノートだとちょっともう少し全体的にこう盛り上がってるというか高い感じで、その中に埋まって座ってる感覚が多分ダブルさんはあるのかなと思います。はい、ダブルさんに今追い越しをちょっとしてもらいましたけど、どうですかね、追い越しの時の、車線の変更だったりとか加速なんかもやりやすいのかなと思いますが。はい、合流の時とか、はい、急にグンって踏むの怖いっていうか、こうなんか力むじゃないですけど、はい、踏むぞと思って踏んでる時あるんですけど、キックス全然そんな力まなくて もうスムーズにスッと加速してくれたんで。なるほど、確かにダブルさんこれまでの運転歴がデイズルークスからのラシーンではあるんですが、はい、ラシーンはあのデイズルークスと比べると、まあ、パワーはあって走りやすいというような話聞いてたかなと思いますけど、はい、それでもこういった高速道路の加速時はちょっと心構えが必要だというような、はい、キックスはそんなこともなく、まあ、すっと抜かして加速して戻ってこれるということで、はい、いいですね。まあ、そうなんですよね。私もあの普段あんまりダブルさんに言われるまで気にしてなかったんですけど、こういった高速道路でちょっとスピードがなかなかこう乗りづらい車、ターボのついていない軽自動車とかはどうしてもこの高速道路の速度域でぐっと加速をするときに少しこうタイムラグがあるというか、ちょっとちゃんと加速をしてあげなきゃいけないみたいにちょっと構えてアクセルを踏むシーンあるかなと思うんですけど、まあ、このキックスはそんなこと全然ないですね。まあ、そんなことを言っているうちにだんだん高速道路降り口が近づいてまいりましたので、一旦インターを降りた後にですね、あのここまでの平均燃費をご報告したいと思います。はい、高速道路を降りてまいりました。でここまでがですね、走行距離が 52.7 キロ、そして平均燃費がちょうど 20.0 キロですね、リッター20キロということで、まあ悪くないですね。福島市から郡山市っていうのは比較的こう標高としては、あの標高差は郡山の方が高いですので、燃費
上げにくいんですけれど、ここまで高速道路を乗ってきてリッター20で来ました。ここからはしばらく市街地の走行となります。そうですね、ここまで高速道路ということもあって e パワードライブワンペダル走行を切ってノーマルモードで走ってきてました。ちょっと一旦停止したらそこからはエコモードで行ってみましょうか。はい、キックスのモード切り替えはこのシフトレバーのここですね、ここのモード切り替えボタンを押してください。はい、S、はい、もう一回押しましょう。エコ、はい、はい、ということで今エコモードに切り替わりましたので、ここからは再びエコで走っていきます。はい、改めて一般道に降りたということで、高速道路と比べると、まあ、道の幅とかもちろん狭くなっておりますが、どうですかね、車幅感覚とかはどうですか。一般道でも全然大丈夫です。そんなのおっかなびっくり運転してるっていう感じではなくて、はい、あの高速降りてきた後のすぐのカーブ、そういえば曲がったなって思って、はい、その時も全然車のサイズ感とかそこまでこう気にせず、違和感なく、そうです、そうです、曲がってこれました。あ、それなら良かったです。まあこういった市街地も普段乗っていただいている5ナンバーサイズのラシーンや、そして以前運転してもらっているノート、この辺りの車と比べてちょっと幅広ですが、まあ、問題なく、はい、しっかり見切りよく走ってこれてる感じですかね。まあ、私も今隣に乗っていて、ダブルさんの運転特に不安感なく隣に乗ることができています。そうですね、市街地に降りてきて、まあわずかにエンジン音がちょっと聞こえるなというシーンは出てきましたね。高速道路はまあ比較的ロードノイズとかも周りの風を切る音とかが大きくなりがちなので、そんな中でエンジン音気にならなかったのかなとは思うんですけど、本当に高速乗ってる間エンジンが回ってるって私全然気になりませんでしたね。ダブルさんどうでした？はい、気にならなかったです。あ、ですよね。まあそのあたりちょっと市街地になって若干気になるかなというところはありますね。あ、そうですね、ちょうどちょっと停車をするのでダブルさんに椅子の高さを変えてみてもらいましょうか。あ、今もう変えました？変えてないです。ちょっと変えてみましょう。椅子を上げるとどのぐらいまた変わってくるのか私も気になるところです。ああ。ちょっとご視聴の皆様にはお伝えできないんですけれど、今だんだんダブルさんの頭の位置が上がっていったのが私分かりますね。だいぶ上げましたね。一番上まで上げました。どうですか、変わりました？はい、変わりました。なんだろう、ちょっと一番下だと、はい、その先っぽ、あ、ボンネットの、あ、そうです、はい、がちょっと位置がよく分からなかったんですけど、上げるとちゃんと、あ、ここまでだなっていうのが掴みやすくなりましたかより、はい、なるほど、車両の幅の感覚は快適に、ね、掴みやすかったけれど、ちょっと前の幅、前の長さ、ノーズの長さが不安があったというところですかね。そうですね。しかしそれもしっかり椅子を上げていただいたことで、もうそれも不安なく見えるようになったと、はい、ということでご安心ください。前の感覚、車両の長さの感覚もしっかり掴める車だということですね。変わりますね。あ、結構変わりますよ、うん。まあ、例えばですけど、私基準で言うと今これが私の視点ですね、はい、でこれがちょっとカメラを上げると、はい、このぐらいまではなんかこれ今ダブルさんが見てるぐらいの視点なんですけど、だいぶ高さが上がりましたね。これぐらいあると確かにボンネットの長さもよくわかるようになっていいのかなと思います。ということで、まあこれだんだん多分運転に慣れていくにつれて車の長さの感覚がつかめて、あ、もっと低くてもいいかなっていう思う時があるのかなと思うんですが、まあ、こういったですね、運転姿勢、シートのポジショニング、こういったところ初めて運転する車、慣れない車の場合は自分が運転しやすいようにしっかりシートを上に上げていただくっていうのはありだなと思います。で、あとですね、シートの高さはもうそうなんですけど、ブレーキをしっかり踏める位置に椅子を調整していただくっていうのはこれ最重要ですので、ここは私もいつもしっかり調整してます。これは
皆様忘れず、運転をするときはしっかりそのブレーキが踏めるかなっていうのは、確認をして乗っていただきたいなと思います。あれだ、ここが一番下だと、はい、ここの高さ、はい、ちょっと気になってたんですよ。なるほど、なるほど。ここにいるなっていうのがちょっとチラチラっとこう気になってたんですけど、はい、上げっとやっぱないんですっごいよく見えます。見通しが良くなりましたね、はい、なるほどなるほど。そういったところがうまく改善できたということで良かったです。では間もなく、目的地ですね、ちょっと入ってまいります。はい、ということで、到着しました。一応ここまでの平均燃費ですね、はい、平均燃費どうでしょう、アドレスを教えてください。はい、走行距離が 59.4km で平均燃費が 21.3、はい、ありがとうございます。ということで高速道路を降りたところからさらに燃費を伸ばすことに成功しました。ただいま外気温が7度、そしてエアコンの設定温度は 21.5 度でずっとここまで来てまいりました。はい、ということで今回途中からダブルさんにこの日産のコンパクトクロスオーバーキックスに乗ってもらいましたけれど、どうですか運転してみて。はい、初めてちゃんと運転したんですけど、はい、全然サイズ感とかも不安なかったですし、はい、曲がる時とかも、はい、そこまでこう幅、はい、すごい大きい車運転してるっていう感覚もなく、すごく運転しやすかったです。良かったです、ありがとうございます。ということで今回はキックスを、福島市から郡山市まで運転しながらちょっと燃費の計測を行いました。では次はですね、帰り同じルートを同じくこのキックスで、再び燃費計測しながら帰ってトータルの燃費のご報告をしたいと思います。はい、ではちょっと暗くなってきましたけど、帰り道同じくこのキックスで、福島市までまた帰りまして、でその往復の燃費をあと最後にご報告したいと思います。ちなみに運転は帰りもダブルさんにお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではダブルさんスタートの方お願いします。はい、はい、福島市まで帰ってきました。高速を降りまして今、ここからまた少しですね市街地を走って最終的な燃費報告をしてまいりたいと思います。はい、ここまでダブルさんには高速道路とそして市街地の走行とずっとキックスを運転してきてくれたわけなんですけれど、初めてこのコンパクト SUV のキックス運転していただいて、感想どうですか。コンパクト SUV ってことで、コンパクトってはつくんですけど、SUV っていうことでちょっと運転大丈夫かなっていう不安もあったんですけど、操作しやすくって女性でも乗りやすいと思ったので好きになりました。ありがとうございます。ダブルさんはこのキックス結構気に入ってくれたみたいですね。特にそうですね、ダブルさんの体格でも安心して運転できるその視界の広さだったり目線の高さ、そういったところが誰にでもおすすめできるコンパクト SUV としてこのキックスあるのかなと思います。では最後に到着しましたらまた燃費のご報告をいたします。はい、では最終的な目的地にゴールに帰ってまいりました。じゃあここまでのトータルの走行距離と燃費を見て終わりましょう。はい、ここまでトータルの走行距離が 119.4km、 そして平均燃費がリッター 22.0km になりましたね。行きと比べてさらに燃費良くなりましたね。このキックス今日はずっとほとんどの区間を高速道路で、そしてエコモードとノーマルモードで走行してきました。帰りはダブルさんずっとエコモードでしたかね。はい、はい、ずっとエコモードで、そしてダブルさんはプロパイロットを使ってずっと走ってきてくれていたようです。その中で、このキックスリッター20キロを超えてリッター22キロでした。カタログの燃費も合わせてこちら表示しておきます。皆様のご参考になりましたら幸いです。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。